6月8日は、グレゴリオ歴で年始から159日目にあたり、年末までは、あと206日ある。チュイルリー宮殿で最高存在の祭典開催日本26星人が、劣勢、第二次世界大戦、特殊戦航艇によるシドニー港攻撃。画像は被害を受けた、シドニーの民家潜水艦、バーベロによる、ミサイルメールの実験リバティ号事件。 金星の太陽面通過秋葉原通り間事件、天文学者、ジョバンニカッシーに誕生バロックの作曲家トマゾ、アルビノーに誕生。二つの大声のための競争曲へ、蝶々作品3第3番より第一楽章を聴く、フランス料理を刷新した、料理人、アントナン・カレーム・ロマン派音楽の作曲家、ロベルト・シューマン。子供の情景より、トロイ・メライを聴く画家ジョン・エヴァレット・ミレー。 画像は、自画像画家、イワン・クラムスコイ。画像は、見知らぬ女 DNA の二重ら旋構造を発見した、生物学者、フランシス・クリック・インドネシアの政治家、スハルトゲーム理論を研究した数学者、ロバート・オーマン・イスラーム教の階層、ムハンマド・イブン・アブドゥラーフ・ボツ。画像は、予言者伝。顔は描かれないのが通例。作曲家、ハンス・レイオ・ハスラー・ボツ。 四世の肝臓なより第一番を聞く江戸幕府第三大将軍、徳川家光没類十七世、遊兵先のタンプル島で没。去年中、画像は、心臓社会思想家、トマス・ペイン。大なるとばし。ありがとうございます。